皆さん、ヤマハ SR に250があったというのをご存知でしょうか。SR250 です。多分ね、SR250 の映像資料として、えー、YouTube に残るのはこの SR250 がこれで最後だと思います。はい。えー、ただまあヤフオクとか見るとですね、たまに出てはいるんですけども、あのー、ここまで、えー、使った SR を見るのもね、なかなかないと思います。走行距離がなんと281キロ。ね。 違いますす10 281万キロで,すでこれ、ワンオーナーなのであのほぼワンオーナーというのかな、なのでこの走行距離というのはほ本当の距離なんですね、でこれ、本当についさ最近まで前のオーナーさん、あのー、ご自宅の近くで乗ってらっしゃったあの車体なんですよ。だからオートバイがですね40年、これ1980円のバイクなんであの40年、ね、10万キロ乗ると。 どうなるのかというのがですねこのバイクを見ることでよく分かります、はいまあ。保管状態とかもいろいろあるとは思うんですけどまずサビがすごいですね、はい。ちなみにこちらのバイク買い取ったのはちょっと海,海が近いところでもあるのであれなんですけどあのまずタンク見てください、これ。ねすごいかさぶたみたいになってますね。このこののれ塗装のハゲだけじゃなくてて多分表面も錆びてるんで これ多分サンダーとかで落としちゃったりすると穴がきそうですね、はい。すごいな。フレームも錆びてますね。溶接部分のところにも錆びがきてますので、まあ、こういうところですね、はい。ちょっと気持ち悪いなという感じがしますけどフロントフォークもすごいですね。あの錆びてますね、はい。40年経つとこのぐらい来るんだなというのが理解できます。はい、で液パイももちろん。 あの泥を塗ったような感じになってますね。はい。ただですね、このオートバイね、実動なんですよ。まだかかるかな。よいしょ、えーっと、チョーク。もうちょっと、来い、来い。 しかも ETC ついてるさあ、はい、なんと実動ですで まあ音的にですね、えー、多分エキパイどっか穴開いてます。で、ETC も今喋ったんで、喋ったんで多分あの四輪車用のやつが付いてるんじゃないのかなと、えー、思,う思うと思います。はい、えー、どうでしょうね。はい、あの非常にこれはね面白い状態です。で、もちろんあの皆さんすみませんあのこれが保証付きとかそういうふうに思わない。 と思うんですけど、一応まあ現状でこう出させていただきたいと思うんですが、あのー、実動でなおかつこれだけ走っているもので、しかも SR250 っていうですね非常に激レアな車体ということで、あのー、面白いんじゃないのかなと思います。昔これ教習車だったっていう噂がありますけれども本当ですか？ね、ドノーマルですよ。面白いなこれ。タイヤ空気圧とかも全部書いてますけどね。で、よいしょ。 でこっち側ですねあのなんとフォグランプが付いてますこっち側ちょっと来てくださいフォグランプつくのかなこれこれかな,使わな、ね、つかないですねライトオンフォグランプは付かないですねフォグランプっぽいものが付いてるよっていうおすごいこのこのカチカチいうウィンカーもなんだか素敵はい、えー、という感じです。 これね実を言うと僕があの前あの下走行なバイクを。 傷ってくれませんかっていうですね。そういうお話をしたことがあって、でそれをご覧いただいていたオーナーさんがですね、じゃあどうだこれはということで,ですね。お譲りいただきました。はい。でまあおかげさまでというかですね。実際とこれを少しこうあの見聞してですね。まあ40年経ったオートバイがね一体どうなるのかなっていうのをですね。あれこれちょっと観察したくて観察させてもらいました。あの観察したからってあのそこを分解してこう直したりとかね。 あの壊したりというのはなるべくしないでやりましたので、えー、一応、実像状態を保っております。はいえー、というわけで、えー、RS や、ね、SR250 ですね。 えどうでしょう、歴史の証人みたいな感じなんですけれども、こちら、大変申し訳ないんですけども、格安で出させていただいております、当然、現状でございますので、実像なんですけども、乗って帰ろうと思わないでください、積載車等でえ来ていただいて、積んで持って帰っていただけるとえ幸いですはいえどうぞよろししくお願いいたします。